ほらとは、室町時代後期から安土桃山時代にかけて、現在の東北及び関東地方の戦国大名に見られた形態で、総領である当首を中心に、一族、家臣をまとめた疑似的要素のある、俗園共同体のこと。他国の文国に相当し、家中と言い換えることも可能である。爆藩体制の確立に基づく近世大名への、 再編成の過程で消滅していったとされている。これらの地域では一つの両政国において、伝統的な武士団から上昇してきた大名家が複数存在し、その領地関係も錯綜していた。そのような中で、大名たちは一族、さらに家臣や周辺の国人領主や地侍たちを従えながら、彼らに対して、 総領としての優位性を主張し、また非血縁関係の家臣、黒人領主たちに、一家、一門などの称号を与えて、自己の一族扱いをしてゆくことによって、組織における指導的地位を確保しようとした。こうした形態は、結城市や佐竹市、宇都宮市、小田市などに見られ、これらの大名間の外交交渉の文書、書簡を見ても、東道ホラ中などの表現が見られる。 逆に守護大名の段階において、両国の一円支配を一応は完成させていた武田氏や今川氏、信仰の外来勢力である北条氏、里見氏には見られない現象でもあった。ほらの形態を最も特徴的に示しているのが伊達氏である。伊達種宗は、古民や養子縁組を通じて、足名氏、もがみ氏、田村氏、白川祐樹氏、岩木氏、 相馬市などの洞を包括してさらに大きな洞を形成しようとしたのである。これは本来だて市特有の現象ではなく、この地域の戦国大名家の洞は、周辺部にある国人領主たちによる小規模な洞をいくつも包括していく中で事故の洞という形で大名領国を形成していったと考えられている。種棟が定めた文国法、 人海舟においてもホラの概念を強く打ち出している。皮肉にも種胸が築いた巨大なホラは、実施、春胸と引き起こした天文の乱によって、大きく乱れ、種胸が取り込んだ多くのホラは自立して、両派の確執を残しながら独自に、戦国大名家の道を歩むことになる。この乱を、ホラの乱とも呼ぶのはこの内乱に参加した立志家神は、もちろん、一般には、 外部の戦国大名と認識されている足名氏や、もがみ氏、相馬氏などもこの乱の当時においては、ほらの一員であったからである。乱後もほらに残った伊達氏の一門や家臣は、総尊の伊達政宗によって、仙台藩家臣団として強い主従関係に基づく、再編成を受けることとなるが、それでも仙台藩の価格の故障には、 一家、一門などの洞時代の主従関係の残死が残され続けて、これに基づいた家中の上下関係が形成された。このことは、近世大名としての伊達氏、仙台藩にとっては一種の後枷となり、伊達騒動、母親戦争に至るまで様々な問題も引き起こすことになった。ありがとうございます。